他の時間は素敵なゲストを迎えしています。まずは自己紹介をお願いします。クラシックボイスの金子由紀です。日高龍太です。松井力です。黒力也です。砂田正宏です。ゴリミクです。前沼龍生です。イエーイ。こんにちは。ようこそ僕たちの番組へ。ようこそ。もう今スタジオの前すごいことになってますけどね。ありがとうございます。嬉しい。なんか、ね、5時からずっとね、5時からもうみんなセールで駆け込んできた人たちみたいになってましたけど、今急いで来てくれてましたね。バザールちゃうねん。あ、バザールちゃいますよ。もう本当にすごいことになってますけども、うんうん、よく福岡には来られますか皆さん。結構来ますね。3ヶ月前も来ましたね、はい、6月末とか、うん、あの松井さんは福岡出身ですよね、はい、じゃあもう馴染みの町ですか。もうここ庭です。庭です。毎日いましたここ。毎日いました、はい、お帰りなさいですね。ただいまです。嬉しいです。すごい。ゆかりのある場所とかありますか、うん、でも結構あの EXPG スタジオっていうところに通ってたんですけど、もうほぼ毎日行ってたので、うん、毎日ここは電車、西鉄電車からここはずっと歩いてたので、うん、ずっともう通ってましたね、うん、あーそうなんだ、ね、原点というか原点です。 あとあの日形さん。日形さんびっくりした。日形さん、はい、失礼しました。龍太さん、はい、もう宮崎出身ですか。はい、宮崎です僕は、うん、福岡は何回か、はい、福岡でも僕その宮崎高校生の時に結構毎月来てたんですよ。あ、そうなんですね。福岡にそれこそあのボーカルのレッスンを受けにとかで、うん、毎月一人でバス乗って来てましたね。うわ、うん、じゃあもう思い出というか、はい、もう第二の故郷みたいな感じですね。おー、嬉しいですね。ありがとうございます。今回じゃあメンバーの皆さんも福岡は久々じゃないと思うんですけども、うん、なんかこう、はい、食べたいものとかこう話題になってるものとかありますか、福岡ならではの。全部食べきったよね。全部もう食べた感じあるよね。食べきっちゃった。もしかしたらそれ以上もあるかも。確かに逆に教えてほしいです。あ、後ほどちゃんのね、あの曲が流れてる時に、あ、ぜひお願いします。はい、お願いします。おすすめのお店を紹介します。教えてください。行っちゃってください。お願いします。それじゃあね、早速皆さんに一曲お送りしたいと思います。それでは曲紹介をよろしくお願いします。それでは聴いてください。44 Waiters。Yeah。That was Ballistic Boys from Exile Tribe, 44 Later. Yeah, かっこいい曲ですよね。もうイントロからもうテンションがぶち上がるというか、男臭さもあるし、やっぱ皆さんのそのボーカルの声質がちょっと日本人離れしてるというか、海外の声質してるなっていうのがすごいあの僕たちも聞かせてもらった印象があったんですけども、というのもね、あのニューヨーク在住の方が3名いらっしゃるということで、ね。やっぱそういうのをこういろんなことをね、インターナショナルだよね、経て、うん、それもやっぱこう曲の作品にね落とし込まれてるのがあると思いますけども、はい、嬉しいです。あの天跳ね、はい、あのパフォーマンス、そのテレビの出演されてる時に見させていただいたんですけど、うん、やっばいや本当率直にやばこの人たちやばいってなりました。あの J-POP 超えたなみたいな、うん、新ジャンルだよね。あのチェックしたんですけど、もうびっくりして、うん、もうビジュアルもいい、歌もいい、ダンスもやばい、うん、パフォーマンスもちょいちょいぶっこんできますよね。すごい可能性も感じましたし、貫禄もすごいし、マジシェイシェイ、マジシェイシェイだわ。いろんなものがごちゃ混ぜになって、はい、もうシェイシェイいただきましたけどもね、うん、さあそんな中ですね、うん、今日の番組テーマが動物トークということで、はい、皆さんに、好きな動物や似ていると言われている動物、動物園の思い出とか、地元の動物園の話とかね、いろいろこう、うん、動物にまつわる話聞いてもらい、聞かせてもらいたいんですけども、はい、ちょっと一人ずつじゃあ聞いていきましょうか。どちらからいきましょうかね。じゃあ龍太さんからいきますか。はい、僕です。はい、何でかあります、動物トーク。好きな動物、うん、なんで人を見たんですか。自分の話ですよね。ハトいいな、何それ。まあ、そうですね、まあ、好きな動物、うん、ハト。ハト、はい、平和の象徴ですからね。聞いたことない。ハトって、ハトって面白いことに、なんていうの、察知能力がすごいので、うん、こう街とかにハトいっぱいいるじゃないですか、うん、で後ろから、全然遠くからですよ、後ろから手を、ね、ハトはこっち向いてるんですけど、わってこう
自分がファッてこう手上げたら、うん、ハトファーって飛んでいくんですよ、ね、うん、これ渋谷ハトあるあるかもしれないですね。渋谷のハトあるあるかもしれないですけど、多分ですけど全国のハト大体そうかもしれない、ね、後ろからファッてやったら見てないのにサササササって飛んでいくんですよ、ね、気配を感じるんですね、やつらは。そうなんですね、ハトいいっすね。じゃあ次はリキさんいきますか。はい、僕は実家が犬飼っているので犬が好きです。犬、何犬を飼ってるんですか。ダックスです。あ、いいですね、かわいい。かわいい。似てるもんね、確かに。リッキー、ウォンバットにすごい似てるよね。ウォンバット、やだ、なんでやだ。目でしょ。目でしょ。ボン、ぜひ調べてみてください、皆さん。ウォンバット、はい、ボンバット。じゃあ次はリキヤさんいきますか。はい、僕はあの家にアヒル飼ってまして。本当に、はい、先ほどねあの、うん、ラジオのリスナーさんにもいたんですよ。あ、そうですか。アヒル飼ってるって、なんか莫大な量食うらしいですね。いや、めちゃめちゃ食べます。あの実家が牧場とかではなく、牧場、牧場は牛ですね。あ、ではなく、ではなく、あの家で放し飼いという。小屋。なんで飼おうと思ったんですか。いや、もともと本当片手のサイズのひよこだったんですよ、うんうん、けどある日もう毛が抜けて黄色から白になって、で気づけばもうドーンみたいな。めちゃめちゃ可愛い。名前ガガちゃんです。ガガちゃん、いいですね。かわいい。その時にレディーガガが流行ってたじゃん。それもあって乗っかった。じゃあもうスーパースターになったんですね。もう今スーパースター。黄色いひよこからスーパースターになったんですね。はあ、素晴らしい。まあ、次行きましょうかね、まさひろさん。はい、僕は馬が大好きです。馬、はい、それはなぜですか。なぜだろう、なんか将軍とか好きで。ああ、将軍乗ってますね、はい、乗ってますよね。で、あと馬がなんか好きで、馬も習いに行ったりしました。乗馬王ですか。乗馬とか、馬のネックレスとか普段つけたりします。確かに。でも似合いますよね。あ、マジですか。乗ってそうっすもん。あのインディアンの衣装とか。確かに。え、馬年とかではないですか。ないです。ああ、そうなんだ。それなんか関係ある。関係あんの。ただ単にか。はい、でも将来馬飼いたいな。あ、かっこいいですね。僕も馬好きなんですよ。あ、本当ですか。気持ちすごくわかります。わかりますよね、はい、あのアメリカ特にあの飼ってる人いるじゃないですか。飼ってる人多いんですよ。庭でめちゃめちゃでかいお庭 で、ああいうの憧れますよね。憧れます。なんかすぐなんかそこにたどり着きそうですけどね。確かに、うん、頑張ります。ぜひ乗ってください。はい、次じゃあミクさん。はい、僕はヘビですね。ヘビ、はい、僕ヘビ飼ってるんですよ。実家で。何ヘビですか。アヒルから馬からヘビ。パイソンとか。そうです、パイソン、ボールパイソン飼ってる。わー、いいですね、かっこいいですよね。はい、まあちょっと僕基本的に動物が大好きで、もう爬虫類も、まあ、犬も何でも好きです。でもなんかミステリアスなイメージなんでヘビ似合いますね。あ、本当ですか。ミステリアス。ちょっとなんかあのネックレスもね、なんかちょっとなんかヘビっぽい、ヘビに見えてきた。締め付けられてるの。あ、本当だ、はい、指にヘビつけてる、はい、すごい、さすがですね、うん、似合う。次、ね、流星さん。はい、はい、自分猫好きです。猫、猫飼ってます。あ、そうだね、安心、安心しました。ちょっと、あ、本当ですか。なんで、何に安心したの。爬虫類まで来たから、なんか最後ワニとかかな。まあか、まあ、泣くもないですけど。泣ってそうだけどね。泣くもないですけど、でも普通に猫も大好きで、小さい頃から。どれぐらい飼ってるんですか。今の猫はもうほんと4年5年ぐらいですかね。でももうほんと赤ちゃんの頃からもう親が飼ってたみたいで、もうずっと猫、共に成長していったんですね。共に猫と一緒に成長してた。あ、そうなんですね。なんで猫です。ね、猫、猫です。もはや猫。で、最後は吉行さん、はい、僕もリキと同じで犬が、犬、うん、何犬が好きですか。一応今実家で飼ってるのがチワワ。チワワ、はい、あ、いいですね、可愛いですね、チワワね。あのなんかよくわかんないビビり方してこうブルブルブル、ね、あれ可愛いですよね。可愛いです、うん、あ、皆さんなんかね、それぞれ個性があって、はい、思い思いね、面白いよね、うん。さあ、ここでちょっとあのメッセージね、リスナーの方からメッセージが届いてまして、はい、あのこれちょっとシャッフルして、はい、中からちょっとランダムでちょっと読んでいきますね。きっと、はい、あの来ていただいてる方からの、はいはい、ラジオネームリオさんからですね、はい、バリボの皆さん、こんにちは。昨日から福岡入りされてると知ってめっちゃテンション上がっています。今日も明日も行きたかったですが、うん、来週大学受験を控えているので泣く泣く断念しました、うん、けれどその分頑張って合格して単独ツアーに絶対に行きます。これからもずっと応援しています。大好きです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっとあの時間の都合上ですね、うん、あの全部紹介できないので、あの名前だけ紹介させてもらいますね、うん、ラジオネームノエさん、うん、そしてラジオネームキャナさん、うん、そしてカホ太郎さん、キャナさんからもう一つ届いておりますね。ラジオネームカナさん、ボーちゃんさん、はい、そしてカナさんからもう一つ届いております、はい、ありがとうございます。はい、他多数いただきましたので、ありがとうございます。さあ、
ファーストシングル44 Laters、10月23日にリリースされます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして現在ですね、あの先行配信中ということですけども、はい、今回の作品はどういった作品になってますか？そうですね、今回はですね、あのものすごいスピード感でこう駆け抜けていくという意味合いが込められておりまして、うん、なんか今は自分たちが思い描いている夢だったり目標、そして自分たちの在り方っていうものをなんかすごいそのまんまこう歌詞にして、うん、すごい勢いのあるあの楽曲になっております。いやもうそれはもう聞いてすぐ分かりますよね、うん、私あの中間にあるパフォーマンスめっちゃ好きです。あのドミノ倒しみたいなとこからバーって始まる、あ感想めっちゃかっこいいと思います。なんかここに注目して聞いてほしいなみたいなポイントとかってあったりしますか？ポイント全部だな。でも全部かっこいいけどね、うん、曲はまあ全部なんですけど、うん、ミュージックビデオで、うん、あの今回パルクールっていうパルクール、あのなんですか、アクロバットしながらこう物から飛び降りたりとか乗ったりするのに、うん、全員がこう初チャレンジしたんで、うん、そこはちょっと注目してみて。じゃあミュージックビデオのそのアクションにね、はい、注目してもらって、そして曲でバンバンテンション上げてもらって、はい、っていう感じですかね。全員アクロバットできるんですよね？全員できます、はい、はあ、すごいですよ、ね、なかなかいないよね、みんながちゃんとできるっていうね。すごい、もうサラブレッドですよ皆さん、イエス、今からもうガンってね駆け上がっていくスーパースターの卵ですからね、はい、どんどんねこう天を掴みに行ってほしいですよね、うん、その、 あの先頭には上手いのって、あのでも僕が後ろから鳩をこうやるんで、ね、いいねいいね、いい、見えました今、パーッとなってるだから馬がこう走っていくみたいな。やっぱあのこの CD もあの10月リリースされますけども、うん、今先行配信中なので皆さんダウンロードしてほしいのと、はい、あとですねやっぱりこう音楽っていうのはまあ、CD で聞くだけじゃなくてですね、ね、やっぱり会場に行かないと、うん、あの伝わらないものもございます、はい、明日ですね、10月の5日土曜日西日本総合展示場新館にて開催の高木プレゼンツ TGC 北九州2019 by 東京ガールズコレクションに出演いたします。おめでとうございます。明日どうですか、こちらに対しての意気込みは何かありますか？いやすごいこう地元ということで、うん、やっぱりこう楽しみな気持ちもあるんですけど、うん、前回よりもあの前回よりもレベルアップした自分たちのパフォーマンスを見せれるように、うん、バリバリ全力で頑張るっちゃけん、バリバリ絶対会場に来てけん。本当に地元か本当に地元か、ぜひ会場に遊びに来てください、うん、お願いします。そしてですね、これもまた別のものですよね、ファーストシングル44レーダーズ発売記念イベント、うん、こちら購入者特典会とミニライブが開催されます、うん、場所がですね福岡県北九州市リバーウォーク北九州にて行われます、うん、こちらも明日ですねスタートが18時からとなっております。忙しい。こちらの購入特典会というのは何があるんですか？特典会ですか？はい、まあ、お客さんとの、ちょっとした交流というか、まあ、それは来てからのお楽しみですね。やだ、みんな聞いた？何されるか分かんないよ、これ。何される？行かなきゃ明日。何されるか分かんないよ。交流会ですから。私たちにしか分からない。ねえ。皆さんそちらの方にもねぜひ足を運んでほしいのと、うん、あとですね、12月31日、はい、福岡ヤフオクドームにて LDH パーフェクトイヤー2020カウントダウンライブがあります。皆さんそちらの方もね、年末日程を空けてぜひ行ってほしいのと、うん、バリスティックボーイズライブツアー2020BBZ が開催決定しております。大春、来年の4月の23日木曜日ですね、うん、はい、福岡サンパレスホテル&ホールにて、開催されます、こちらはですねスタート19時からとなっております。お問い合わせは共同西日本0570-09-2424 0570-09-2424まで、お問い合わせください。そしてですね、他九州各地でもライブ開催予定しておりますので詳しくは公式ホームページをご確認ください、はい、それでは、お時間が近づいてまいりましたので、代表に一人にちょっと最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですけども、誰が行きましょうか？リュウタ余裕。じゃあリュウタさんよろしくお願いします。ハト、ハト、ちょっとハト取り消したいわ、マジで。印象はつきましたね、はい、今日は、はい、はい、バリスティックボーイズの、これから、まあ、リリースもされますし、うん、来年にはありがたいことにカウントダウンライブや、うん、そして念願の単独のライブツアーなどいろいろと決まってきているので、この流れに乗ってしっかりと
どん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 駆け上がっていけるように僕たち頑張っていきますので、皆さんぜひ応援の方でよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは最後にもう一曲皆さんにお届けしましょう。曲紹介をお願いいたします。それでは聴いてください、バリスティックボーイズで天跳ね。この時間はバリスティックボーイズ from EXILE TRIBE の皆さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。